こっち。出てきてる自分。あ、すごいすごいすごい。結構早い上まで。ありがとう。これまた出るんだ。これいける？よし、あ、いけた。右から来たんだね。行き場多分こっち行ったのかな。で、帰りは多分こう来たのかな。ちょっと。よかったよかった。着いた。めっちゃテント吹いてる。雨予報なのでテントの片付けめっちゃ大変そう。頑張ります。じゃあご飯食べよう。おにぎり食べて出てきたんだけど、テントめっちゃ多いわ。ほらこんなにある。さすが日本一人気のテント場、ライチョウサワキャンプ場。自分のテントの周りを見たら、ほぼ全員が高校生で、山岳部のなんていうのかな、合宿みたいな感じでした。初こんなペーペーな大学4年生をみんなどう見てるんでしょうか。夜中の11時半なんだけど、初めてのテント泊だから全然寝れない。なんかすごい不思議な感覚。多分明日は多分山頂とかも行かないと思うから、もうゆっくりしよう。なるべく早い時間帯に帰ろうかな。明日の天気晴れていう風に変わってる。
特に、まあ、大雨降ってたんだけど、特にまあ問題となくて、多分ペグもダウンだけじゃないと思うね。でもなんか今更なってみんなというか周りの高校生のメンバーたちなんか起きてる気がしてます。多分ね、すごかったからさっきてか1時間弱くらいしか寝てない。やばいな。